どうも、おはこんばんにちは、ホビドワです。ダークソウル2ブレイス再開していきたいと思います。前回でハベル鎧入手したのでね、これで勝つるということでプレイしていきたいと思います。さてで今回行く前にこの剣を前回で重量制限の問題でこちらのちょこっと軽い方のボスの使っていた呪縛者の使っていた方の剣に変えたのですが、これ攻撃力が若干弱いんですね、通常使ってる剣より。なので1回だけ強化して普通の剣より強くしてしまいましょう。ってことでちょっとソウルをしようだいくらぐらいで取れたんだったかな。はい、でソウルをしよう。ハベルの鎧もおいおい強化したいんだけど、ハベル鎧は後でいいかな、はい、まだ全体的に装備できないですしね。で防具を修理じゃないや、強化修理してどうするよ、壊れてないのに。ってことでこれを上げちゃおう。これ攻撃力が約50上がるので全然ね、上げといていいと思うんですけど、これ強化するのに前回取った竜の骨の化石というアイテムが必要なんだね。俺はてっきりまた違うやつだと思ったんだけど、お、2つだ必要なの。お、そして下が A になるね。攻撃力めちゃくちゃ上がるな、特殊な武器だからなのかなさてこの剣もね、非常に使い勝手がいいので個人的には全然ありだと思います。はいっと、ちょっと攻撃の仕方をテストしているけど全然使えますね。ってことで今回探索再開だ。さてまずはというかどちらにしろこちらに行くんですけど、こちらのこの黒ダニの方ダッシュでちょっと通っちゃいます。道中の敵に捕まらなければいいんだけど、前回も落ちたところあったじゃないですか。あそこで入れない扉が1箇所だけあったので、あそこからどこに行けるのかというのを見てみましょう。おそらくアイテムだと思うんだけど、形状からして場所のはい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 いは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 い、あ、やべえ死にそう。先ほどのブラザーは誰だったんだろうか。なんか亡くなったぞ。金が手に入ってから、おお、お前来るなうち。はい、掃除さって何だったんだよう分からん。とりあえずこう、やはり捨てられた鍵か。毒やらその他もろもろで死にかけたけど、まあいいや。防御しつつ行くぜ。なにここ、わお、明らかに下に俺、おお、こんにちは。こんにちは。これまたよくできた節だ。少し活気とはしているが影は濃い。だが深い闇持ちに至ってないようだ。しかしながらいつも通りの先のない不死人だ。むすまない、ただのざりごとは聞き流してくれ。不死、お前が本当に闇を必要とするなら、するもんならまた会えるだろう。今のお前にまだ闇が足りておらん。闇があらんことを。どういうことだ、どういうことなんだ、おっちゃん。そしてここどこに繋がってるんだ、おっちゃん。明らかにどっか繋がってるっぽいけど。でこれだけかよ、おっちゃん。なんて残念なおっちゃんなんだ。しょうがねえな。しょうがねえおっちゃんだ。帰ろう。さて、ここから落ちて向こう側行けるはずなんだけど、どこら辺から落ちればいいんだっけかな。おっと。はい。めちゃくちゃダメージ入るの忘れてたよ。失礼。ってことで、上に戻って、例の探索できたところ行こう。多分あのおっちゃん、闇術を教えてくれるおっちゃんなんじゃないか。あ、こいつら、アウトアウトアウト。また戻ってくるんだ、こいつら。あるある、よし行こうか。貴様らに構ってる余裕はない。あと鎧が でかくて若干以上はみ出てますね。はい、オッケー。でここから目的地まで行けるかな。確かここら辺だったんだけど、これどこだったかよく覚えてねえんだな俺。ボス戦がある方、ボス戦がある方。あ、ボス戦の方じゃないけど宝箱あるから取っとこう。後ろから敵来てるんじゃねえの、大丈夫かな、間に合うかな。アウト。おっ、おっ、はい、オッケー。エストビンナザゴリ押しだよ。女神の祝福を入手。いらんかな、いらんかな。女神の祝福って個人的にあれみたいなもんなんだよね。ファイナルファンタジーのエリクシールとかエリクサーとかだね。結局残しましたみたいな。はい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 。あれ、なぜ影が復活してる。俺倒したぞ前回ボス。
闇霊喪失が元の世界に戻りました。あ、ここに入ったら元に戻るのか。つかあいつ追いかけてきてたんだね。なんで影が残ってたんだ、よくわからんが、まあいいだろう。そして前回とほぼ同じ状態になってるな。エストビンがお亡くなりになってる。ここの輝火回復もできないしワープもできないのが残念だよな。戻らないかエストビン。ああ勝手にテレポートされた。畜生め、やってくれたな。安全に行けってことかな、こりゃ。あ、こんにちは、カブメさん。すいませんね。なんか、本当申し訳ない。よし、せっかくお金あるし、ハベル鎧強化するか。なんかな。強化する、はい。喜んで。ハベル。はい、これだ。これ20アップ。そうだね。やはり強化するならこれかな。これですよね。強化しよう。光る石どっかで稼げないかな。ちょっと待って、見たいものがあるんだけど、イベントリに所持できる制限とかないよね。俺預けたりとか何もしてないけど、多分ないよな。よし行くか。はいはい、ワープ。あの向こう側つくのが至難になってきてるんだけど、というか闇でまた出てくるかな。あいつ出てくるんだったら始末してしまいたい。失礼。はいはい、行きますとも。今日中にたどり着けるかな。はい、やった。はい、毒だろうともさ、どうせ道中で毒になるの分かってるので、毒にしとくか。これ毒消し、おそらくなるだろう。これちょっと危ない橋渡ってるよね。やってることが危ねえ。闇霊どこで出たんだっけ、向こう側。そういえばこのハベル毒耐性上がってないの。そこそこあるよね毒耐性。あ、毒耐性が一番低いやつだこれ。毒耐性そんなにねえな。まあ、他の鎧も似てるものか。物理だよね多分強いの。ハベル、ハベルといえば物理、物理といえば脳筋、脳筋だからハベルを使う。違います、実はハベルが好きなだけです。ということで使ってみましょう。やはり耐久力を上げないとね。ちなみに耐久力じゃない、ごめん、装備重量の最大値を上げていかないと他の部位が装備できないね。さて、でしかもあれなんだよな、指輪あれあるじゃないですか、装備重量が上がる指輪。あれの強化されたやつを入手したいんだけど、もうちょっとかかりそうだね。場所が分かんないからな、どこで入手できるか。まあ後々入手できるだろう、きっと。おそらくメイビー大丈夫。はい、毒になった。はい、飲むよ。これ確か変えたはずなんだけどな。ああ、落ちてるやつか。あったな確かにそういうの。来いよブラザーってことで。はい、よっと。はい、この剣マジ優秀。使える使える。痛い。これなんだけど、この地面の。はい、壊した。地面に転がってるとかちょっとせこい気がする。お、これ教会のアイテムじゃないか。ただ現在使ってる装備がどれもこれもあれなんだよな。どれもこれもかなりユニークな装備で、強化するのにいろいろと特殊な鉱石が必要なんだよね。多分通常には入手できないだろう、あの鉱石。まあ現在はだけど、前作でも光る鉱石はレアだったんだけど、まあ入手できないことはないですね。ドロップする敵どこだか知ってたので、それなりに入手できたんだよな前回は、前作は。はい、 OK。 いや強い強いこの剣。さらに筋力を上げる予定なので、さらにボーナス値が良くなるんじゃないかな思うに。あれはどこ行ったの幽霊、せっかく俺ゆっくり行ってるのに、あいつと会うために。ここだったよね出たの。なんか条件があるのかよくわからんが。はい、 OK。 危ない危ない。おっと、はい、よっと。とりあえずゆったり行こうぜ。幽霊出ないんだったらダッシュでもいいんだけどな正直。闇霊ね、闇霊。あいつ出てこないんだったら別にね、ダッシュで行こうがどうだろうが全く問題ない気がするけど。後ろに下がる必要なかったな。
はい、オッケー。攻撃、この通常攻撃が使いやすいですね、今回。なぜ使いやすいかというと、引いて打つっていうのが非常に使いやすい。この打って横回り、こんな感じで回るのが使いやすいですね。ほら、前に使ってた武器とかだと上に引くので若干範囲が狭くなるんだよね。まあ強攻撃だったけどね、狭くなる方は。あとこの下に打つ感じの方が射程が長くていいですね。あんまり敵に近づかなくて済む。あっちはこういう上から下へ攻撃をするのは強攻撃だったので、ちょっと使い勝手が良かった、悪かった。もう敵来るんじゃないの？で来ないの？ああ、この前の宝箱、あとは全部取ったかな。まあ敵来るだろうね。はい、よっと、ナイスナイス。ってことで行くか。こちらでいいんだよな。道中に敵いるが無視でいいだろう。さっきは本当なんで霧が出てたんだ？倒したことあったのに。バグったのだろうか。さて、では引き続き、先へ行くぜ。で、こいつを調べないで、向こう側だ。ここ、ここ。読めたりしないよね、主人公。あ、読める。調べる。ここより金域、古き王の地へ至る道。ほう？金域を犯す者、王たる者にふさしい苦難が待つ。水は枯れ、すでに道はなし。横島な誘いは断たれた。深い底の王、その都は竜と共に眠る。竜いるのか。竜と、竜いるのか。あ、待って、これダウンロードコンテンツなんじゃね？王、古き王とかっていうことは、あ、でも普通にも王いるから、どっちなんだろう。ドラングレイグにも王がいるって言ったからな。どっちだろう。あのダウンロードコンテンツが一体型になってるゲームなんですよ、これ、ベスト版で。なので、もしかしたらダウンロードコンテンツのところなのかな。ダウンロードコンテンツだったら終わったわ。何？ここに書かれてたやつ、どこか遠くに転送される。ほほう。どういうこと？なんだ、ここにマークあるぞ。無駄。だよな。馬。ここじゃない。で、しろとも。大丈夫なの、そしてよく見ろ。何もねえよ。何もねえよ。あれだろう、嫌がらせだろう、いつもの。そして俺の体験がそろそろお亡くなりになるんだが、耐久値。耐久値結構低いのかな。なんだ、ここに死亡した跡があるぞ。まさか炎に突っ込んだ？な、何をしたんだ。刀で何かやったのか。松明に火をつける。いいえ。メッセージを読む。よく見ろ、そして幸せ。弱点は安全地帯、しかしこの先、擬態に注意しろ。何、敵がいるの？そんなバカな。どういうことや。この先敵がある、そしてこの先敵があるぞ。な、どういうこと？いるの、これに敵。俺が見えてないだけで。ここで死んだ奴らいるしな。行ってみるか。閉ざされている。終わった、終わった。閉ざされてるんですってよ。終わった、終わったわ。ここまで来て閉ざされてるはないわ、ないわ。待って、なんかできる。敵、なんかやらなきゃダメってこと。ここからが本番だ。この先敵ある、そしてその先の敵なんだろうかんだろう。なんかやってからじゃないダメってこと。松明に火を灯せとかあったけど、灯しても意味ないんじゃない。久しぶりの松明。何もないよな。火をつけたら何かあるのかなと思ったけど、そんなことはないみたい。何か仕掛けがあって俺が気づいてないだけか、これ。違うな。うん、全く関係ないっぽい。火を灯せ、何のために。諦め。
この先女が必要だ、そしてこの先穴が必要だ。どういうことだ、何が言いたい、何が言いたい。さて、何もなかった。よし、これでどこに行くかちょっと考えないといけないんだが、ハイデ大火島にいる竜を始末してくるか。180ほどあれを手に入れたけど、弓矢嫌だね。そして遠くから狙えることに気づいたから、あいつを始末しに行ってもいいな。でも180で足りるのか、そもそも。まあ、いざという時は現在持っているソウルを全部使用して矢を買うっていう手もあるけれど、どうする、行ってみる、行ってみる、竜をボコしてくる。後にした方がいいな、それは。さて、では我にもう一つ策あり。確かハイデ大火島へ行く途中の道に仕掛けあったじゃないですか。あそこをどっかの NPC が来てればなんか開けてくれるっていう話を聞いたんだけど、いるかな、その NPC。 俺結構 NPC 話してますよね。開いてるかな、ここか。あ、いた、誰だっけこの人。あ、ハイデ大火島の方にいたあの女性。何より変わった仕掛けがあるのです。2つの道が1つの部屋でつながっています。道を開くにはこの道具が必要なようです。そしてそのこの道具、奇跡の力で動くのですよ。はあ、お望みだったら私が動かして差し上げますよ、とのことですよ。なんだかな、私この人奇跡しか売ってないんだよな。他のだったらな、フォースか。話す、信仰を高めろですって。嘘だろ、金取るのかよお前。いいよ、じゃあ動かしてよ。戻れるの、でも明らかに信号じゃないよね。なんか道具持ってるだけですよね、あなた。さあどうぞお通りください。行ってきますとも。あんたに奇跡の力があることを。殴るぞこの人。ていうかここということは最初の序盤の方で行けたところだから敵が弱い、もしかして。弱いっていうかね、比較的簡単な方なのかな。よし、とりあえず迷うことはなかった、よかった。これでこの先どうやって進行しようとかずっと言ってる動画になるかと思ったよ。まあここを通ったところでアイテムだけの可能性もあるけどね。何この高いところ、嫌だわ。人が大量に死んでる。落下攻撃、嘘でしょ、来ないよね落下攻撃。来ないっぽい、大丈夫っぽい。何もないんだね、上。下なんかありそうだけど、嫌な予感しかしないので却下。何、ここから降りろっていうメッセージ、メッセージ。はい、オッケー、メッセージ。この先仲間があるぞ、この先操作があるぞ。どういうことじゃ、この先光があるぞ。お前らは何が言いたいんだ、なーにこれ。ああ、人いる、こんにちは。しかも弱い者がいると闇が乱れるんだ。放っておいてくれ。僕が興味があるのは闇が何だろうかと。ああ、あのおっちゃんみたいな感じか。なんでこいつらみんな座ってるんだ。弱点女、そしてこの先何だろうかんだら。あいつはどこを見ているんだ。おお、かがり火ある。狩猟の森。おお、やった。新しいフィールドだ、新しいフィールド。ボンファイアリット。で、場所的にはどうなんだ？あ、結構前のところだな。おお、落ちるところだ、多分ね。この先飛び降りに注意しろ。まあ、飛び降りるなって言いたいんでしょ？上がってますよ。はい、では進みましょう。狩猟の森、危ねえな、この先呪いがあるぞ。この先怪物に注意しろ、了解。ガードして進むか。ああ。なんだこれ、敵だよね。笑ってるやん、かわいそうなやつでしょうと思う。狙えない、敵ではない。こいつも生きてる。はい、オッケー。一緒のやつ襲ってこないよな。殺さない方がいいのか。おお、道が落ちるようなところだな。危ねえ危ねえ。なんだこの毒々しい花粉、なんだこれは。上に何かいる。あ、やべえ、持ってねえや。いいや、後で。あ、毒になってる、ちょっと毒ダメージ入ってる。この花粉のせいだろうな。まあそのぐらいだったら
ここ階段ある？あ、違う。ガか。待って、でっかいガ、俺前に初代で倒したことあるんだけど、でかいガじゃないよね、また。なんでちょっとおかしくなったやつらがいるんだろう、ここ。なんだかな。なんか取り逃してるっていうか、見えてないだけな気がするんだけどな。なんかありそう。下落ちれるか？落ちれないな。多分落ちたら即死だろうな、あそこ。ではどんどん進んでいこうか。はいはい、おー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 、どこよ、どこ後ろに行こう。このクレイジーボーイをなんとかしないと。はい、オッケー。まったく危ない奴らだ。この先狙撃手に注意しろ。狙撃手だって？いるね、向こう側に狙撃手。俺も狙撃できないことはないんだけど。当たるかな？狙えへんで。どこ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 、なんか変態が攻撃してる、変態が攻撃してる。ちょっと待って、下がろう。変態が攻撃してるので、こいつか。お前一人か？ならばよし。落ちていいのかなこれ。先にちょっと探索するか。オッケー。あ、いた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 。またクレイジーボーイか。外した、思いっきり外した。あと俺強靭値上がりすぎじゃね、ハベル鎧だからか。外した外したよ。どうなってやがんだ。これでもくらい、クレイジーボーイ。はい、オッケー。ちょっと待ってね。あー、もう一体いる。はい、オッケー。はい、オッケー。今だ今だ、飲むんだ飲むんだ。エスビン、こんな状態で死にたくない。はい、オッケー。大丈夫そうだ。小さい青い実、何のこっちゃ。賊の探検。ちくしょう、あいつがどんどん撃ってきやがる。撃てばいいってものじゃねえぞ。あー、落ちた。落ちるつもりじゃなかったんだけどな。盗賊の探検、さっき入手したばっかなんですよ俺。おい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 、はい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 、と。なかなか当たらん。クレイジーボーイがもう一体。やる前にこれを飲んどこう。さあ来いよ来いよブラザー。後ろに下がるとかやめてくださいよブラザー。外した、思いっきり外した。俺なぜ後ろに攻撃したし。はい、オッケー。こんなところでエストビンを大量に消費してる気がするんだけど、なんだろうな。ああ、さっき倒したやつが向こう側で弓矢パン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 撃ってたやつか。ほっと、アイテムアイテムアイテム、名もなき戦士のソウルだよな。この先攻撃が有効だ。おお、いたのかマジで。こういう透明になってるやつ、大体いいアイテム落とすんだけど、いいアイテムじゃないな、ツルスベイシか。多分トレードで使えるんだろうな。序盤の方で鳥がアイテムくれアイテムくれとか言ってましたよね。鳥というか巣、多分あれでトレードするんだろうな。おいおい見てみよう。エストビン使うか。ちょっともったいない気がするが、この先待ち伏せに注意しろ。だってよ。おお、お前か。はい、こちとら体験があるのでバンバン倒せるぜ。何何、こっから飛び降りろって無駄。そんなことはない。この先敵があるぞ。この先ジャンプが有効だ。いるね、上に。上に変態いるね。ジャンプしても登れないよ。登れないとは思ったけど、嘘でしょ。これバグってるだけだよね多分。よし、普通にしていこう。で、こっから降りればいいんだな。任せてくれ、得意技だ。おお、なるほど、だから無駄って書いたのかあいつら。わからないでもない。待って、ここからどうしろって、落ちろって言うのか。嘘だろ、ここから。猫の指は先に水使った方がいいのだろうけど、ちょっとぐらいのダメージは問題ない。さて、では左だ失礼。ここは行けないか。
上にいたやつがそろそろ飛び込んでこきそうだよな。血だまりがあるということは、この先ダッシュが有効だ。どうして？おお、この先ローリングがなんだらかんだら。ダッシュするより待ってた方が良かった件に関して。はい。もうせい。ひび割れた赤い瞳のオーブ、いらんがな。いらんがな。この先ローリングが有効だ。ジャンプだとダメ？あれでも取ったら終わりじゃね？どこにも行けないよね。多分。行く？行っちゃう？笑えよ、ベジータ、笑えよ。そうか、よく考えると多分ハーベル鎧もつけてるし、重くなってるからローリングよりジャンプした方が良かった。でもジャンプだと向こう側飛んでしまいそうだな。まあいい、まあまあいい、まあいい。よし、行こう。とりあえず道中にあるアイテム回収したし、よしとしよう。とりあえず行こうか。これスティック、移動スティックを押してる方向に攻撃が変わっちゃうんだよね。前使った武器は狙ってる方向に行っちゃうからあんまり気にしなかったんだけど、気をつけないとな。それで今回この体験にしてから結構空振っています。おっと、お、あるね、アイテムは。向こう今降りない方がいい。でもかなりあるな。なんか見たことない生物いるぞ、あそこ。まあいいや、あとにしよう。下の方にも行けると覚えておこう。確かここら辺からクレイジーボーイが出てくるんだよな。どこだ、クレイジーボーイ。あ、いたいた、クレイジーボーイ。はい、オッケー。後ろからも来てる。あれ、ちょっと後ろの方に当たり判定あるのか。いいね。すんばらしいってことで大丈夫。よし、こう。ここ確かもう一体いたよな。いたいた。はい、オッケー。全く問題ない。進もう。別のクレイジーボーイ。さて、落ちたのここら辺だったよな。当たった、俺の魂。で、ここにもう一体敵が出てと。あと、ここ狩猟の森って名前だけど、森じゃないよね。もう、森右下だよね。どうするかね。ジャンプする？ああ！思った通りだ。やはりジャンプすると向こう側まで行ってしまう。重量をある程度下げて、ローリングか？どうなる？俺の魂。向こう側のところに魂が出るの。俺落ちたところ。あそこだと辛いな。行きたくなかったんだけど。大なたの鎌。鎌なのか、なたなのか、どっちなんだ。よし、行くぜ。なんか無駄に死を積み重ねてるよね。これこそダークソウル。はい。まあ、いつも言ってるような気がするけど、経験値というか、ソウルを蓄積させてると思えばいいだろう、あっち向こうの方で。はい、オッケー。うん、頭巾か。クレイジーボーイ、クレイジーボーイ。あ、後ろか。はい。この剣のコイルが高いから結構一発で倒せるよね。あれ、前回後ろの方から誰か来たよな。ああ、いたいた。お前どっから来るんだ？オッケー。オッケー。まだいたはず。おっと。あいつ、扉壊してくるんだ。やばい。やばい。やばい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 。弓に当たったら死ぬ。弓に当たったら死ぬ。死ぬかと思った。一発飲んどってっと。行くぜ。で、ここのやつだよな。とりあえず一回弾いてと。
さて、どちらの方に俺のソウルがある？向こう側でないこと祈ろう。ここだといいな。ここだとすごくいいな。あった、ここだ。よかった、帰ろう帰ろう。あとで危ないところ行こう。そうしよう。クレイジーボーイめ。はい、オッケー。で、この先頭がいるぞ。そしてこの先なんだらかんだら。あー、俺これ先に取っといた方がよかったよね。近くねえか、かがり火。まあ助かるけど。ともしますか、喜んで。はい、ここら辺もぐるぐる回すと、もし壊してなんかないか見ようぜ。で、一旦マデューラの方まで戻って、ちょこっとレベルでも上げようか。はい、猛者王国への盾。うん、これは取ってないな。敵からドロップだよね、多分。多分レベルに必要なソウルがちょっと足りないと思うんだよな。どのぐらい足りない？うわ、もう1万必要なのか。じゃあしょうがないな。しょうがない、ここでハベル鎧をちょっと強化しとこう。確かあとちょっとは強化できたはずなので、ちゃちゃっと強化しようね。こっちだ、間違えた。こっちこっちで、ハベル鎧っと、30上がる。やはり胸の部分が一番強化いいよね。あ、次は強化、やはり2つ必要になるのか。他のところを先に強化した方がでは無難かな。先に強化するなら足かな。足か手か、あ、どっちも似たようなものか。重量も変わんねえな。頭装備が軽いってどうなんだ。手の方が軽そうなんだけどな。まあいいだろう。さて、防御力も結構上がったといったところで、今回は一旦切らせていただくよ。次回はあのまま狩猟の森方面を攻略していこう。そちらに先に行った方がいいですかね。でもうちょっとソウル溜まったら1レベル上げて、あの狩猟の森の前半部分にあった、あの下の方にアイテムがあったところを調べてみたい。ただそこ調べに行くのには多分途中で死んでしまいそうなので、穴とか落ちてね、先にソウルをどっかで使用してから行きたいと思うよ。ではまた次回でお会いしましょう。ホビドワでした。